というわけで、電撃カトリキを買ってまいりました。私が、わらべの頃、店先に、吊るしてあった、電撃カトリキの、家庭向け商品。受け皿を、開けると、電灯部分が、交換できるようになっています。予備の電灯もついています。吊り下げ用チェーンにハケ付属。消費電力は4ワットとなっていますが、通電して10分を5から6ワット消費しているようです。許容範囲内でしょうか。車庫内に設置しました。ベンチマークはこの LED 2個。上部の放熱フィンに多量に虫がチンします。まずは LED 2個から。その後、電熱器を放熱フィンに虫がチンしています。1週間でこの量。次はこちら。ちなみに間隔は10から15メートル離れて設置してあります。結構詰まっていますなー。こちらも1週間で想像以上の惨事に。気候なのか朗報なのか予想以上に。チンできました。こちらもそこそこ取れています。ただの LED なのですが、
本番は、こちら、玄関前の、防御。こちらで、効果が、あれば、もう一機、購入予定です。続編を、待て。ご視聴、ありがとうございました。またの、視聴を、お待ちいたして、おりますです。はい。過度な、期待を、しない方は、チャンネル登録、願います。